リビウ国際空港は、ウクライナ西部の都市、リビウにある国際空港である。中世の王の名を冠して、ダヌイーロ・ロマーノビチ記念リビウ国際空港とも称する。1929年に、リビウスクニロー空港として開業した。第二次世界大戦以前である当初は、ワルシャワとクラックフへの路線が運航されていた。1930年に、ブカレスト、 1931年にソフィアとテッサロニケへの国際線を開設した。近年 UEFA ユーロ2012の開催に合わせ滑走路の延長をはじめとする日本円で約240億円規模の拡張工事が実施された。新たに新設されたターミナル A は34000万4平方メートルの規模で年間569万人の乗客に対応できる。 ターミナル A 内には出発ゲートが9カ所、チェックインカウンターが28カ所、自動チェックイン機が2カ所設置されている。施設に関しては、カフェが2店舗、免税店が4店舗、空港ラウンジが2つある。空港は市内中心部から15キロメートルほどに位置し、車で約17分ほどでアクセスできる。市内中心部へのアクセスには、 以下の公共交通機関が利用できる。ターミナル A 正面にあるバス停、税税、税から30分間隔で運行されている。始発は10時30分で、終電は20時30分である。料金は二重ウクライナフリブニャで、停留場は、と、48番系統がバス停から10から15分間隔で、 運行されている。運行時間は7時から22時である。料金は5ウクライナフリブニャ。29番系統が、シバス同様に、から9から16分間隔で運行されている。運行時間は6時8分から22時54分。料金は5ウクライナフリブニャ。ありがとうございます。